こんにちは、小柳匠です。今日はフリップバックサイドスミスグラインドのハウトゥーをします。よろしくお願いします。まずフリップバックサイドスミスにするにあたって、フリップ50とフリップ50はできときましょう。ポイントとしてはフリップバックサイドスミスはフリップとバックサイドスミスを足したものじゃなくてフリップバックサイドスミスっていう1個の技だと思ってください。で、まあ、僕のスタンスはフリップバックサイドスミスの時は結構立てる感じでやってます。角度はまっすぐにした状態から足を1個分ぐらい、だいたい1個分ぐらい若干斜めから入ります。足1個分ぐらい斜めから入って、ここまでオーリーをするイメージで擦りつけてください。で、吸ってからこっちのビスにめがけてこう蹴って、で、足はこう伸ばすイメージです。こうちょっとかかとを外に出すイメージでつま先は立ててあげてください。そうすると板が早く回るのでスパッとかかると思います。絶対バックリップになっちゃう時があります。絶対あるんで、その時の対処としては多分右肩が回した時にコーピングより内側にこう入っちゃってるんで、コーピングと肩は右肩だけは合わせて、こっちは左足を見下すイメージです。結構こう下に追う感じでやったら流れてくれます。まあ、そんな簡単にはすぐできないと思うんですけど、まあ、諦めずに何回もトライして頑張ったらできるトリックなんで、皆さんもぜひ練習して習得してみてください。ありがとうございました。